おととい土曜日、名古屋市内の商店街を歩く謎の集団。参院選始まりました。投票へ行きましょう。お願いします。ラーメン屋さんみたいになっちゃうんだね。そうですね。街を練り歩き、街頭でティッシュを配っているのは私学館大学の学生たち。その理由を聞いてみると、やっぱり未来というか社会を作っていくのが若者なので、関心を持ってもらえるようにしたいなと思って。関係ないと言わぬ人っていうのがテーマなんですけど、自分のたった1票でどうせ変わらないやと思うんじゃなくて、何でも自分に関係していることだと思って考えることが大事だと思います。学生たちを指導している先生は、まず選挙が始まったんだって盛り上げたいことと、若者の投票率を上げたいということです。大学で近現代史を教えている越智先生は、ウクライナから避難してきた人を招いて特別授業を開くなど、今何が起きているのかを学生たちに伝えています。18歳選挙権になったっていうことは、大学生全員もう選挙権持っているっていうことはとっても大きなことでした。やはり自分たちがどんな未来、どんな社会を作っていくのかっていうことを考えながら、政治ものすごく関係あるんだよっていうことを知ってほしいなというふうに思ってます。先生が心配しているのは若者の投票率の低さ。18歳選挙権が始まった当初と比べ、10代20代の投票率は下がっています。世代別で若者の投票率は低迷したまま。でも今回は若者が政治に注目する2つの要因があるといいます。やっぱりコロナを経験して、コロナにかかったゼミ生もいますし、その時にやっぱり国は、政府はこんな動きをするのっていうような学生の声が聞こえてきたんですね。学生は今ロシアによるウクライナ侵攻のことも見ていますし、平和というものがいかに大切かっていうことを考える数ヶ月になっているというふうに思います。その2つの要因はさらに若い世代にも及んでいるようでした。私は高校入学後すぐに休校になり、コロナによって人と話し合う機会を奪われてきました。今月12日、立ち上がる10代と題して、愛知県の高校生たちおよそ1000人がパレードを行いました。そのきっかけがコロナやウクライナで起きている戦争。18歳未満の人って選挙権ないじゃないですか。でも選挙権はないけど、社会に訴えられることってきっとあると思うんですよ。それを参院選とか、大人の方、選挙権を持っている人たちや社会に向けて高校生の思いを一斉に発信しようっていうための集会です。コロナで休校が相次ぎ、ウクライナの戦争を目の当たりにした若者たち。立候補者たちはこの声をどう受け止めるのでしょうか。